ライナーとベルトルトともう一度会うことになるとしたら、奴らは殺さなきゃならない。早くわかるといいね。この世界がなんでこうなっているのか。私たちのしたこと後悔するわけにはいかないから。最近は地下街にいた子たちも笑うようになったの。これが間違ってるはずなんてないよ。ああ、お前は立派だよ。そんなこと。あの時は人類なんか滅べばいいとか言ってたのにな。あれは勢い余っただけだから。なんだよ。貸して。おい、エレンは実験で疲れてる。そうだね、ごめんミカサ。だから俺を年寄りみたいに扱うのはやめろ。エレン、あれが巨人化したエレンか。いいかエレン、君を逃がすためにはライナの動きを封じ時間を稼ぐ必要がある。さっきの関節技で鎧の足を破壊することはできるか。我々の刃は通用しないが、頭を使って最大限できることを考えよ。ミカサ、使ってくれ、僕の刃だ。